はい始まりました。企業明細チャンネルです。毎日投稿してるのでチャンネル登録・高評価よろしくお願いします。今回は携帯販売の代理店勤務正社員6年目30歳の方の企業明細書をいただきました。仕事内容は携帯電話販売代理店での接客販売業務を行っています。携帯電話の販売接客業務のほか修理受付対応、電話対応、売り場、商品の在庫管,、えー、在庫管理、 発注、品出し、棚卸し、フロア、オペレーションなどが主な業務となっているそうです。仕事に必要な資格やスキルは特になし。月の勤務時間が平均200時間で、残業は平均30時間。収入が月収31万、年収390万、ボーナス年2回0.5ヶ月分となっています。仕事に対する不満は時期によってかなり忙しく、 残業時間が増えて自由時間がないこと、客層が悪く、自分勝手なお客様からかなり理不尽なことを言われることが多いこととなっています。で、やりがいが自分が対応したお客様に感謝してもらえる時が一番嬉しいです。ってなっています。で、給料明細です。基本給が18万3780円、職務給十七万え一、ー、万七17220円。 で調整金3万4455円、洗濯金5万5000円、残業手当 24, 2万4352円、深夜手当650円で、総支給が31万5457円で、控除が、えー、合計で6万6798円引かれて、最終的な手取りが24万8659円となっています。 えー、やっぱ携帯会社っていうのはやっぱ仕事に対する不満にあったようにやっぱ客層が悪い人もやっぱ多く来ると思うので大変な仕事かなと思いました。で基本給が結構18万と低いんですけどやっぱ基本給が低いとボーナスとかもちょっとだけ出ても0.5ヶ月分なんで9万とか10万くらいなんでやっぱ。 年収が390万とそんな上がらない感じになっていました。今回はこれで終わります。チャンネル登録よろしくお願いします。